とても朝とは思えないわね。私たちの心をそのまま示したひどい天気よ。なら随分穏やかじゃねえか。雨は降れど槍が降らねえだけマシだぜ。雨が降ろうと槍が降ろうとドンと来いっちゅうとこやな。もう6時かいな。はあ、これで十分とちゃうか。あとは謎の19人目ベアトリーチェが動いてこんことには手の打ちようもないわ。そういうことだ。だが向こうが打ってくるだろう。ほとんどの手は想定できたはずだ。そうね。兄弟の中に裏切り者さえ現れなければ私たちは大抵の事態に対応できるはずよ。もうこの話は終わりにしましょう。結局徹夜しちゃったわね。眠いわ。そうですね。朝食をとったら一度お休みになられてはいかがですか。良い提案だ。この年に徹夜は応えるよ。顔でも洗ってこようぜ。きっとひでえ辛さ。ん？何？このひどい匂い。どうしましたか？ねえ、何かひどい匂いがしない？ん？なんやこの匂いは。こらたまらんで。一体何事でしょう。現地に対応させましょう。きっともう使用人室に来ていて朝の準備をしているはずです。うん、頼む。まさかあのゴーダに限ってこんな匂いをさせる朝食を作っているとは思いがたいのだね。これは、ひどいいたずらだわ。誰がこんなことを。厨房にはまだ誰も来てないわ。何よそれ。ダメだな。ボイラー室は鍵がかかってる。ボイラーの故障とかそういうのだとまずいんじゃないのか。使用人は誰かいたか。その悪趣味な落書きここにもあるの。ボイラー室の扉にもあったのよ。なんやって。この薄気味悪い落書きがここだけじゃなく他にもあるっちゅうんか。まさか森の魔女ベアトリーチェの宣戦布告っちゅうわけやないやろな。これは
どういうこと？私たちが食堂で話し合いをしている最中に誰かがこっそりとこの落書きを残したというの？客間とボイラー室の扉に。どうせ使用人の仕業よ。私たちはずっと一緒だったのよ。全員にアリバイがある。おそらくお父様に何かおかしな指示を受けてこんないたずらをしたのよ。昨日のマリアちゃんの手紙の件も含めて使用人連中が親父の手先になって何かを企んでる可能性は十分疑えるからな。とにかくみんなどこに嫌がるんだ。まさかかくれんぼってわけでもねえだろうに。探そうぜ。それより私は子供たちが気になるわ。無事よね。私確かめてくるついでにゲストハウスに使用人の人がいないか見てくるわ。なら手分けだな。ゲストハウスにガキどもの様子を見に行く間、俺たちは屋敷の中を調べてみよう。考えたことに、こんな薄気味悪い落書きがここだけってことはねえかもしれない。親父殿のおかしなゲームに巻き込まれているのかもしれんな。私は親父殿のところへ行って事情を聞いてみよう。ま、素直に話を聞いてくれるとは思えんがね。子供たちは無事よ。みんな夜更かしのしすぎね。使用人室は空っぽや。勤務表を見ても早番は6時からってことになっとる。もうお勤めをしてなきゃならん頃や。仮眠室も空っぽよ。布団を抜け出した跡はあるけど暖かくはなかったわ。こら、クラウス兄さんたちの想像が当たったんとちゃうか。多分お父さんの指示で仕組んだゲームなんや。あの不気味な落書きを残してどこかに姿を隠してわしらに何かをさせたいに違いないや。遺産や家督を誰が引き継ぐにふさわしいか確かめようっていうことですか。いくらなんでもそれは。いいえ、お父様だったらそういうことをしてもおかしくないかもしれない。何しろお父さんは王子掛けが大好きや。例の碑文を大広間に掲げた時から練りに練った計画だったのかもしれへんで。ならゲームの開始宣言もしくはゲームの説明などがあったりはしないのかしら。マリアちゃんに渡したような紋章入りの封筒が出てきても良さそうだけど。そうね。ひょっとすると屋敷で兄さんたちがそれを見つけたかもしれないわね。南條先生、あんたなんか聞いてませんか。申し訳ありませんが、私にも何が何だかさっぱりです。ただなるほど、金蔵さんが何かを企んで王子掛けを打つことは私にも容易に想像できます。一度屋敷に戻らんか。なんか向こうで見つけたかもしれんで。あ、お邪魔でなければ私もご一緒いたしましょう。私はここに残るわ。上にマリアたちが寝てる。何が起こってるかわからないんだもの。子供たちを放ってはいけないわ。そうね、私もローザさんとここで留守番してるわ。うちの人にそう伝えていただけませんか。
兄貴、親父の方はどうだ。いや、ダメだ。何の反応もない。一応扉に耳も当ててみたのだが、何の気配も感じなかった。使用人の姿はどこにもありません。一体どこへ姿を消したのやら。冗談じゃないわ。お父様も使用人も姿を消し、屋敷中のあちこちにおかしな魔法陣だらけ。一体何が起こってるっていうのよ。とにかくまずはボイラー室を何とかしよう。何かの故障で火事になったりとか爆発したりとかしたら大変だ。隣鍵だな。使用人室にキーボックスがあったはずです。よくもこれだけぎっしりと鍵があるものだよ。ないわ。何度探してもボイラー室の鍵が見つからないわ。見ろよ姉貴、例の魔法陣の書かれた部屋の鍵だけが綺麗にぽっかりと抜けてるぜ。本当ですね。これは困りました。まるで魔法陣の部屋に入ってほしくないかのようね。いえ、わざわざ魔法陣でアピールしてるんだから入ってほしいのかしら。俺は後者だと思うぜ。扉をぶち破るのは映画じゃあるまいし無理だろう。窓を破ればなんとかなるかもな。おはようございます。何やらおかしなことになったそうですな。おはようございます、南條先生。早朝から起こしてしまったようで申し訳ありませんが。なんや、手紙の類は見つからんのか。わしはてっきりそういうのが見つかったとばかり思っとったんや。そうね、私もこれはお父様の壮大な冗談か何かのゲームだと信じてる。でもそうなら必ずそれを伝える手紙があるはずよね。マリアちゃんに手紙を与えたように。ゲーム開始宣言はまさにあのマリアちゃんの手紙だったのかもしれねえぜ。碑文の謎を解いてみろと。すでにゲームの内容は示されてるさ。なら屋敷から5つも見つかった魔法陣にはどんな意味があるというのかも。姿の見えない使用人もだ。夏日姉さん、使用人って今日は全部で何人いたかしら。え、現地にゴーダに5人ですが、何か。使用人が5人、魔法陣も5つか。偶然だろうが気になるな。兄さん、窓を破りましょう。中を確認するべきだわ。仕方ないな、綺麗に頼むよ。全部割ることはないわよ。鍵が回せる程度に開けてくれれば十分。あまり期待には添えないかもしれないぜ。
後でガムテープで塞いだ方がいいだろうな。雨が吹き込んじまんせ。ところはないようですな、どうしましたか、シャノン。ちょっとちょっと、大丈夫なの？どうしたのよ、あんた。チア、チア、南條先生、見たってや。おい、シャノンちゃん、大丈夫か？返事をしろい。揺さぶってはいけません。今、容体を見ます。おーい、バトラー、どこだ？ほらほら、シャノンの死体も出てきたぞ。もういじめねえから出てこいよ。おーい、いたいた。そんなところで頭抱えて何してんだよ。少しお嬢様がいじめすぎたのではないでしょうか。あれだけのものを見せつけて反論を迫っては塞ぎ込みたくなる気持ちも分かろうというものですよ。なあバトラー、反論がないならリザインを頼むぜ。お前の手番なんだ。何か刺すとかパスするとか、さもなきゃ降参するとかしてくれねえと話が前に進まねえよ。なになに、聞こえないぞ。黙れってんだ。ああ、うるせえうるせえうるせえ。何か魔女だ、何か魔法だ、好き勝手にやればいいじゃねえかよ。俺は信じねえ、何も信じねえ。クソ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 、俺に話しかけるな、何も見せるな、消えろ消えろ消えちまえ。俺にそのムカつく顔を近づけるな。そうは言うがな、お前の手番が終わらんとわらわの手番も来ぬ。あまりわらわを退屈させるなと言いたいのだが。知るかよ、黙れよ、うるせえんだよ。お前のゲームなんか知るかよ、付き合ってらんねえんだよ。俺の番が終わらねえとてめえの番が来ねえってんなら永遠に待ってやがりゃいいだろうが。ああ、知らねえ知らねえ、わからねえ。魔女も魔法も認めねえ、あんなめちゃくちゃも認めねえ。ああ、俺に話しかけるなっつってんだ。
ひょっとするとあいつのゲームにとっくの昔に負けているのかもしれねえな。密室に鍵が閉じ込められてとかってやつならよくある推理小説の延長だろってことはわかるさ。でもあれはな、あのドッカンドッカンってのはな、くっそー。私の弟子が随分と迷惑をかけているようですね。あんたは、きり死んだと思ったぜ。生きてたのか。いいえ、死にましたよ。今の私は取られた駒がチェス盤の外でくつろいでいるだけに過ぎません。あんたはベアトの師匠なんだろ。ってことはつまりあんたも魔女ってわけか。ええ、そうですよ。ってことはつまりやっぱり魔女はいるってことで決まりなわけだろ。そしてあいつを倒せるのは俺じゃない、すげえ魔法使えるあんたの方じゃねえか。俺はもうお役ごめんさ。俺にできることなんてもう何もねえ。おやおや、すっかり屈服してしまいましたか。屈服も何も、あれをどう説明すりゃいいんだよ。塔が生えたり落ちてきたり、でっけえ巨人が盾を構えたり槍を投げたり、ああ思い出すだけでも気が変になりそうだぜ。もう推理もヘチマもあったもんじゃねえ。トリックとか人間犯人説とか、そんな領域をとっくに超えてるだろ。ちくしょう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 。落ち着いて、私はあの子のゲーム版の駒に過ぎない。こうして番外へ取り除かれてしまえばもはや何もできない存在。しかしあなたはあの子の対戦相手。あなたが自ら投げ出さない限り、あなたには常にあの子に一矢報いる力があるのだから。うるせえ！あんただっておかしな呪文を唱えて、塔だの槍だのを呼び出してたじゃねえかよ。何を一矢報いるってんだよ。俺にも魔法を教えてくれた。あいつとあの大魔法バトルを繰り広げろって言うのかよ。あなたが望むなら、あなたに魔法の一端を教えてあげてもいいですよ。そりゃ願ったり叶ったりだぜ。あいつの胸板にズドンと打ち込んでやれるような、すっげえ魔法一発頼むぜ。なめんなってんだ。日本の魔法に雨乞いの儀式というものがあるそうですね。ご存知ですか？雨乞い？バンバン火をくべて塩分を奉納して雨を祈るっていうあれか？あれは魔法じゃねえだろ。火で上昇気流ができて、その結果雨雲が集まるっていう、れっきとした科学現象のはずだぜ。おや、私は東洋魔法の一つだと信じていましたが、魔法ではないのですか。
天に聖なる火を捧げ、敬いの演舞を捧げることで、神々の心に雨乞いの嘆願が届くものと信じておりましたよ。大昔の連中はそうだったろうよ。でも、その手のオカルトは、大抵科学的に説明がつくもんだ。物が燃えるのはどうしてですか？物質にフロギストンが含まれているからでは？いや、物が燃えるのは酸化反応だ。フロギストン説は、ラボアジェが否定したはずだぜ。物に熱が伝わるのはどうしてですか？物質にカロリックが含まれているからでは？そいつは確か、ジュールが否定したはずだ。熱はエネルギーであって、物質じゃない。よくお勉強していますね。正しい知識ですよ。ちょいとした雑学レベルだがな。フロギストンもカロリックも、果てはエーテルも、神の愛さえも、科学的な説明の前には無力ですね。私はかつて、木からリンゴが落ちるのは、人に食を与えるための神の愛のおかげだ、と聞かされましたよ。重力すらも神の愛なのか？まあ、科学より宗教が万物を説明した時代の名残だろうぜ。その通りです。人類はかつて、自らの知識の限界を、いいえ、無知そのものを魔法と呼んだのです。先ほどの雨乞いの話は、まさにそれでしょう。太古の人々が、火が熱を生み、上昇気流を生み出して、雲を呼ぶことを、科学的に理解していたでしょうか。理解せずとも、そういう結果になることだけは知っていた。そういうのは結構あるかもな。先人たちの知恵ってやつさ。理由は分からずとも、長い経験で、そういう結果が得られることを知っていた。原理を理解できない現象は、多分、彼らにとっては魔法も同然だったろうな。電気のスイッチを押せば明かりがつく。子供は電球がなぜ発光するのか、その科学的原理を知らず、結果だけを知っていてスイッチを押す。原理を知らずとも結果を得られるならば、それは彼らにとって魔法なのではありませんか。面白い話だな。まあ理屈から言やそうだ。例えば俺たちはテレビのブラウン管にどうして画像が映るのか、理屈はさっぱり分かってない。でもテレビに物が映るのは当たり前だと思ってる。ブラウン管の原理を知らなくても、スイッチを押せばテレビが見られることだけは知っている。上昇気流を理解せずに雨乞いをするのと全く同じだ。つまり原理を知らないならば、テレビだって魔法も同然。いや、魔法そのものだろうってわけか。あなたはブラウン管の構造がどうなっているか知っていますか？分解してその中身を見たことは？ねえよ。本か何かで構造を読んだ気もするが、難しくてさっぱりだったな。確か電子が蛍光物質にぶつかるとき発光してどうだろうこうだな。それは偽証です。真実はブラウン管の中にグレムリンという妖精が閉じ込められていて、魔法で仕事をしてくれているからなのですよ。はあ？バカなこと言うなよ。そんなわけねえだろ。ブラウン管の中を覗いたこともないのに、どうして否定を？覗いたことはねえが、絶対にそんな妖精はいないと断言できるさ。ここにブラウン管がない以上、実証は不能ですよ。確かに今この瞬間は実証不能だが、後でどこかのテレビをばらしてみせれば、すぐに論破できるさ。ということは、ブラウン管の中にグレムリンが閉じ込められていて、その魔法で映像を映し出しているという私の魔法説は、ブラウン管の中身を検証するまで否定不能ということになりますね。なんだよ、あれか？悪魔の証明だって言いてえのか？お前たち魔女のお箱だぜ。悪魔の証明は、消極的事実の証明が不可能であることを逆手に取った奇弁です。しかし、
今のブラウン管の話は違う。テレビをたった一台分解すれば済むだけの話ですよ。そうだな、確かに悪魔の証明とは異なるな。あなたの提唱する科学的説明と私の提唱する魔法的説明、そのどちらかが真実です。そしてそれはブラウン管の中を覗いた時に確定する。しかしそれを確かめる瞬間の直前まで私たちは互いの説を否定できないのです。つまり真実は一つであるにもかかわらず、ブラウン管の中を覗く直前までは相反する真実が同時に二つ存在することができる。一つしか存在してはいけない真実が二つ同時に存在できる異空間。よくわからねえ。現実と魔法の中間？限りなく公平な世界？どこがだよ。俺に圧倒的に不利な展開ばっかりじゃねえかよ。ならばこう考えるといいでしょう。これは裁判です。あなたとベアトリーチェが相反する主張を繰り広げている法廷だと考えるのです。ブラウン管裁判でもいいでしょう。あの子はブラウン管の中には妖精が入っていると主張している。そして中に入っている妖精がどのような生態でどのような姿なのか、どのような魔力を持っているのかを次々に説明する。そしてあなたは、まあ図書館で勉強してブラウン管の構造を説明して反論するだろうよ。この瞬間法廷にはあなたの主張とあの子の主張が同時に存在する。もしもあの子の主張に耳を傾けたならば、それはあたかも真実に聞こえてしまうかもしれない。見えてしまうかもしれない。あなたはまさにそれを見せつけられた。今この瞬間の六軒島には、確かに魔女も魔法も真実として存在するかもしれない。しかしそれは猫の箱が開かれる瞬間までの不確定な波動関数の世界、すべての状態が同時に説明できる。しかし真実は一つです。それは観測されることによって収縮し、無数の真実が淘汰されてたった一つの真実になる。法廷で例えるならば、これは裁判長による判決行為にも似ているでしょう。検察側、弁護側がそれぞれに主張する二つの真実は判決によって収縮し、一つとなるのです。あんたの言葉を借りると、つまり今のこの島は
ブラウン管の中を覗く直前の世界ってわけなんだな。だからこそ科学説も魔法説もどちらも否定できない。否定できないってことはつまりどちらも真実として存在できる。だから魔女も魔法も存在し得る。しかし同時にそれを否定するあなたの意見もまた真実として同時に存在できる。相反する二つが同時に存在できる世界。そして相反する真実が互いを否定する理由にできない世界。理解できてきましたか？つまり、ベアトがどんなすげえ魔法を俺に見せようとも、それは魔法説の主張でしかなく、俺を否定することには当たらない。ベアトがどんな魔法を俺に見せようとも、この世界ではそれをもって魔法が存在する証拠にはなり得ないってことか。そうです。あの子は木からリンゴが落ちることすらも魔法で説明しようとするでしょう。あの子は一見杖を振るって魔法にてリンゴをもぎ取り大地に落としたかのように主張するかもしれない。しかしそれはあの子の主張の一つに過ぎないのです。あの子のいかなる主張もあなたの主張する機会を拒むことはできない。その意味においてこの世界は双方にあまりに公平なのです。なるほど。だがよ、その論法で言ったならたとえ俺が科学説で正論を示したところで奴の魔法説と正面衝突を起こすだけで俺もまた奴を論破できない。しかもそのファイナルジャッジはブラウン管を覗かない限りつかない。この世界のブラウン管はどこにあるんだ。俺たちに議論なんて必要ないってことになる。俺たちは仲良くブラウン管の中身を覗けばいいだけの話じゃねえのか。中に妖精が本当にいたら俺の全面敗北だ。いなかったら逆に俺の勝ち。俺たちはブラウン管を覗かずにどうして論争を繰り広げなくちゃならないんだ。それこそがあの子があなたに挑んだゲームなのです。裁判ではなくチェスと例えるべきでしょう。勝敗は裁判官が決めるのではない。戦っているあなたたち自身が決めるのです。真実が同時に存在できるめちゃくちゃな世界で相手を論破なんてできるのかよ。現にあなたは論破されて今こうして屈服していますよ。今私に助言できるのはここまでです。もしもあなたが望むなら時折助言を与えましょう。ああありがとう。助かるぜ。あんたの仇も俺が取ってやる。ありがとう。期待していますよ。あんた名前は？ベアトリーチェはかつて私の名でしたが譲ってしまった今私は名前を持ちません。ならば仮の名でも名乗りましょう。ワルギリアス。いえ、ワルギリアではいかがです？ワルギリア、ワルキュリア？神話の女神の名前だっけか。いいえ、ベアトリーチェの元へ導く者という意味です。煉獄さんの頂上にて待つあの子の元へあなたを導く、その案内人にふさわしい名前でしょう。魔女を否定する俺が魔女の助けを借りるとはな。なるほど。異なる主張が同時に存在できるこの矛盾した世界ならそれもありってわけだ。笑える話だぜ。あの子の言葉を借りるけど本当にあなたは不死鳥のような人ね。戦う気力がもう蘇ってきた。さあ心の準備がいいならあの子の元へ、あの子の座するチェス盤の正面へお戻りなさい。私の弟子とどこまで戦えるか楽しみにしていますよ。ああ見てろよ。もうあいつの寝言には耳を貸さねえ。とことん冷静に俺の戦いを貫いてやる。もうあいつの挑発には絶対に乗らねえ。では戻りましょう、戦いの席へ。おお、バトラー、そなたどこへ姿を消しておったのか。負け犬は二度と姿を現さないかと思ったぞ。待たせたな。頭を冷やしてきたぜ。それで
わらわとお師匠様の愉快痛快爽快大喝采の素敵ファンタジーバトルへの回答は出たのかい？あんなのファンタジー以外じゃ説明不能だろう。お嬢様、さっき親切で上品にするとお誓いになられたばかりですよ。いけねえいけねえ、バトラの顔を見てるとついつい上機嫌になってしまうものでな。ほれほれほれ、それでバトラ、さっきの戦いだがどういう反応を示してみせるよ。バトル？何があったって？何？このバラ庭園のどこにお前らがニョキニョキ生やした塔が槍がどこに転がってんだ？ねえじゃないか。つまりこいつがブラウン管の中身ってわけさ。ブラウン管の中身とな。一体何の話を始めるやら。今この瞬間バラ庭園には何もない。さっきまでは魔法で塔が生えていたかもしれねえさ。だがそれはブラウン管の中を知るまでだ。魔法バトルはお前の解釈、主張に過ぎない。今この場に何もないのがその証拠だ。俺はさっきの魔女の戦いにこう反論する。今この場に何もないのは何事もなかったことの証明だとな。あのな、さすがに第一の晩から大暴れはできぬし、わらわもこのバラ庭園は気に入っているのでな、被害を及ぼさないため結界の中で戦っておったのだ。だから現実には何の影響も与えていないのは当然のことよ。それがお前の主張だな。ああ、それもありだろうな。だが今この瞬間のバラ庭園に何もない。だから魔法などなかったという俺の主張を何ら妨げるものではないんだ。 おいおい、そんなめちゃくちゃでわらわの魔法を否定できるのか。魔法がないは証明不能、悪魔の証明であるぞ。今この瞬間のこのバラ庭園が真実だ。覗いた瞬間にブラウン管の中の妖精は蒸発する。そしてここには何の魔法の痕跡もない。だからお前らの魔女の戦いは行われなかった。なんだ、その返しては、その力は、もしや。お忘れですか、お嬢様。多層世界収縮術です。無限の魔女の力と対になる有限の魔女の力。無限の魔女にしか悟ることができず、そして無限の魔女にとって最も強力な効果を発揮します。ブレディンガーの猫箱か。あの老いぼれ魔女め、余計な入れ知恵を。時間をロスった。使用人5人と爺様で6人の死体、状況を確認させてもらうぜ。俺がもたもたしてて時間を無駄にしちまった。ここからはサクサク行くぜ。席に着け、ベアトリーチェ。ようやく第一の番じゃねえか。本番スタートだぜ。どんと来やがれ。